キックオフ富山、キックオフ富山、キックオフ富山。キックオフ富山。おはようございます。富山のサッカーを熱く盛り上げる番組、キックオフ富山。森さん、カターレ富山の今シーズンの試合終わりました。はい、解説業難しかったです。私もスタジアムでたくさんのサポーターの方に見てるよって声をかけてもらえてとっても嬉しかったんですが、試合がないと寂しいですね。はい、橋本さん大人気でしたもんね。ありがとうございます。この番組は冬も熱く盛り上げていきますよ。森泰次郎のカターレ熱視線。最終戦は鹿児島に2対4で負けてしまいましたが、前半は試合内容良かったように思いますが。はい、前半はセットプレー、流れの中ともにすごくいいチャンスを作れていたと思います。点を取りに行こうという姿勢見えていたなと思うんですが、前半終了間際にまさかの展開、安藤選手が退場となって10人となってしまいました。はい、あの退場は仕方なかったと思います。1人少なくなった状況でチームとして守りに徹するのか得点を取りに行くのか、そこをはっきりする必要があったと思います。1点をリードで迎えた後半ですが、結果的に3失点となってしまいました。カターレの終盤戦は特に対戦相手もカターレ対策をしていて、中盤の守備を多く疲れていたと思います。そこをどれだけ克服できるかが来季の課題になってくると思います。課題を克服して来シーズンこそ J2 復帰期待しましょう。それではカターレ最終戦の1日を振り返ります。カターレ富山の最終戦はあいにくの雨。 J2 昇格を逃した悲しみの雨なのでしょうか。時刻は午前9時半。スタジアムのにぎわいを盛り上げてきた屋台やキッチンカーも、今日の最終戦とともに今シーズンの営業は終了となります。ちょっと寂しいですね。皆さんにお会いできないのが今日で最後だと思うと、でも皆さんにご挨拶して帰ろうかなと思ってます。開店準備にも熱が入ります。僕のところの売りは、この豚とカレーですね。砂糖のかけようが本当に富山のサポーターがすごいです。チーム愛もすごいです。こちらのお店は今回初めて出店したんですけど、すごいたくさんの方が試合とピザと楽しんでいただけたんじゃないかなと思ってます。お店ないんですかっていう声がすごく多かったので開けることになりました。ちょっと逆のパターンですね。お店がなかったけどキッチンカーでやってたんで。カターレの試合観戦には欠かせない応援グッズを扱うオフィシャルショップも今シーズン最後の営業に気合が入ります。寂しいですね。やっぱり1年間皆さんとこうやって試合会場で毎試合こうお会いできるじゃないですか。それが私たちの頑張ろうっていう励みにもなってるので、しばらくちょっと会えない期間ができるので寂しさはあります。また来シーズン皆さんと一緒に盛り上げながらやっていきたいと思ってます。カターレのホーム戦では地域貢献のさまざまな企画イベントも開催してきました。最終戦は沖縄黒糖スペシャルマッチとしての開催です。沖縄の黒糖っていうのが余ってるって社会問題になっていて、それを何かサポートできないかっていうので、サッカーの元日本代表の高原直弘が黒糖のアンバサダーになって、いろんなチームに黒糖をプレゼントしたんですね。その中でカターレ富山さんだけはもらったからお返しをしようって言って昆布をお返しにくれたんですよ。そこから派生して、じゃあそれを子ども食堂とかでやることができたらもっといいよねっていう取り組みの、今回はったら子どもたちをご招待、熊野シェフにレシピをこのためにやっていただいた。子ども食堂もいろんな場所があるから、その厨房がちっちゃいところもあれば結構割としっかりしたところもあって、でもみんな同じようにやっぱ作れるっていうところがすごく大事かなと思ったので、あとやっぱり普段あんまり食べないものとかでプラス昆布と黒糖を入れるっていうので、まあ、そこがポイントだったんですけど、あ、おいしい。最後トッピングされてる黒糖の味も効いてて美味しかったです。すごい皆さん喜んでらっしゃいました。はい、緑のお野菜も使ってたりとか、具材が豊富でこれがメインディッシュになるなっていう感じで食べさせていただきました。お昼の時間を迎え、サポーターが試合前の腹ごしらえに続々と屋台へ集まってきました。そして試合を盛り上げる応援団も闘志を燃やしています。
きっちり勝って今年を締めてほしいと思ってます。いい感じだと思います。みんなで一丸となっていいスタジアムの雰囲気を作りたいと思います。ディープブルーもラストスパート。笑顔と元気で踊りましょう。今年のパフォーマンスもこれで見納めです。そして試合終了。今シーズンのカターレ富山の戦いが終わりました。カターレを愛する全ての皆様、1年間応援ありがとうございました。本当に非常に悔しい中でも声援をいただき感謝の気持ちでいっぱいです。来年も厳しい戦いになると思いますが、ここにいる富山ファミリーで必ず J2 復帰をしたいと思うので、ぜひこれからもカターレ富山の応援よろしくお願いします。 J2 のドアは開きませんでしたけども、皆様方が最後まで私どもを後押ししてくれた事実は変わることはありませんし、どうか来年度も変わらぬご支援ご声援をよろしくお願い申し上げまして、私からの挨拶とさせていただきます。選手の皆さん、そしてサポーターの皆さん、今年も感動をありがとう。来年こそは J2 昇格を。さて J3 アウォーズで林道選手がベストイレブンを受賞しました。おめでとうございます。次回たっぷりお伝えします。続いては目指せサッカー王国富山。モンゴル代表のチームが富山にやってきました。森さんがあの方にインタビューしたんですよね。はい、行ってきました。今月12日から20日の日程でモンゴル代表チームの富山県キャンプが行われました。この代表チームを率いているのが、去年まで富山第一高校サッカー部で監督をしていた大塚一郎さんです。大塚さんは今年1月サッカーモンゴル代表チームの監督に就任。モンゴルへ渡り代表チームの指導をしています。今回森さんが恩師と仰ぐ大塚監督にインタビューしました。今日はよろしくお願いします。お願いします、はい、僕が高校2年生の時に大塚さんが富一の監督に就任されて、監督じゃないな、あコーチか、コーチに就任されて2年間指導してもらって、その前からやろ全然前やろその前から、はい、長男と同い年、ね、そうですね、大塚さんの息子さんと同い年で、そうやね、なんか小学生なのに戦術的なことを聞いたのを未だに覚えてて、それがすごい印象的で、そうやね、10歳とか、うん、じゃまずは、はい、どんな経緯で代表監督に就任することになりましたか。もしそういう海外であの指導したいっていうことがあれば、ぜひ言ってくださいっていうのを日本サッカー協会の人と話してて、軽く代表監督ならやりますけどねって言ったら、3日後に電話かかってきて、いやモンゴルサッカー代表の監督やってくれって言われて、返事は明日までって言われてさ、うわどうしようかどうしようかっつって一晩中悩んだけど、まあ、やられるときにやっとくのがこういうのがチャンスなんだろうなと思って、よしやろうって、はい、
まあ、今だったらこう海外に指導者の勉強に行ってライセンス取ったりっていう方も多いとは思うんですけど、なんか大塚さん結構昔にそのイギリスに行かれて取ったっていうのは、もともと海外で監督やりたいからっていうのはあったんですか？いや全然やね。まずあの古川電工っていうところで、はい、あの現役もうやめた方がいいんじゃないって言われて、はい、自分がやめたいとか思わないのに、人にやめろって言われるのが、はい、なんか嫌だなと思って、もうサッカーやめようと思って、はい、自分探しの旅に出たいなっつって、はいはい、で海外行ったらほら誰の助けもないじゃん、だから自分がどういう人間かって分かるかなと思って、はい、で親に言ったらさ、あの魚屋が英語いらねえだろって言われてさ親父説得するには、はい、なんかサッカーのコーチの勉強に行きたいって言えば行かしてくれっかなと思って嘘ついていたあ、そうだったんですね。そうで行って自分探しの旅してるうちにウェンブリーでさ、イタリア人がサッカー見に行こうって言って、はい、で見たら10万人入ってるじゃん、すごいなサッカー面白いなと思って、でアマチュアのクラブに入って、そしたら50何歳のゴールキーパーと、はい、60いくつのディフェンダーと、で高校生と相手してサッカーしてるの、はい、で俺25でお前やめろって言われてやめようかなって思ったけど、この人ら60、70なんてもサッカーやって楽しんでるなって、でそういう文化を富山の人たちに伝えることができたらなって、はいはい、それが俺の使命なんじゃないかなって勝手に思ってさ、はいはい、でそっからライセンス取ろうと思ったよね。だから太二郎と全く違う、俺はこう変な心を持って行ってるから、はい、いい、でもすごいと思います、うん、ここからはみんなのサッカー情報です。北信越アンダー12サッカー選手権大会が行われ、住吉サッカースポーツ少年団が準優勝しました。おめでとうございます。本日グランドプラザでサッカーフェスタ2022が開催されます。夜7時からは FIFA ワールドカップカタール2022日本代表戦のパブリックビューイングも開催します。みんなで日本代表を応援しましょう。 JFA 公式アプリ JFA パスポートがリリースされました。アプリでしか見られない動画やニュースが満載です。小学生未満のお子様向けにはスターターキットがゲットできるプログラムも開催中。アプリをダウンロードしてサッカーをもっと楽しみましょう。森さん、ワールドカップ日本代表ドイツに勝ちました。はい、日本サッカーが世界に通用することを証明しました。今日の試合の勝利も期待しましょう。それでは来週もこの時間にキックオフ富山。